山上総治天章18年4月11日は、戦国時代から安土桃山時代にかけての堺の、豪商、茶人。なお期日は2月27日という説もある。野号は、薩摩、豪は、久子安。本生は、石川市。子は、三条道七。千利休に20年間茶の湯を学んだ皇帝であり、利休に同行して茶会に出席している様子が、 当時の茶会期から確認される。茶商としては、豊臣秀吉に仕えていた。織田信長にも仕えたという説もある。天正12年に、比局直の発言で秀吉の怒りを買い、浪人する。この後に、前田敏家に仕えるようになるが、天正14年にも再び、秀吉を怒らせたため高野山へ逃れ、天正16年頃から、自筆の秘伝書。 三条州二期の社宝を諸法に授けている。その後は、小田原に下って、法上市に仕えた。天正十八年の秀吉による法上市攻め、いわゆる小田原征伐の際には当初、小田原城に籠城する法上勢と共にあったが、包囲が始まって数日後の四月八日、佐藤を通して交流があった、港は広照が手勢と共に城を抜けて、秀吉の包囲軍に投降する際、 宗司も同行した。4月10日に利休の仲裁により、秀吉との面会が叶った。秀吉は宗司を斜面し再投用しようとしたが、茶席に置いて使えていた、北条玄安にギリ立てしたため、秀吉の怒りを買ったとされ、耳と鼻を削がれた上で打ち首にされた。去年46、箱根湯本の総運寺に追善費がある。佐藤氏においては、 天正年,年間の井州の茶の湯の基本資料となっている三条州二期の筆者として重要である。ただ、利休の急激な詫びへの傾斜には戸惑いを隠さず、山を谷、西を東と茶の湯のハットを破り、物を自由にすと批判とも取れる見解を書き残している。著書は、他に茶器名物集、茶の湯陳所などがある。ありがとうございます。